かりえです。今回は私のマザーズバッグの中身をご紹介したいと思います。でまずバッグがエストネーションのものなんですけど、夏素材で細めのフェイクレザーがポイントになってて上品で可愛いなと思ったのと、あと最近気づいたんですけど、ここのね持ち手が細い方がベビーカーのフックにかけやすいなと思ったんですよ。で早速中身がですね、まずこれがジェラピケのおむつポーチ、ふかふかのキルティングにチェリー柄、同じ柄のおむつシートもあります。おむつは特にこだわりがなくて、今使っているのがこれね、グーンのバンビちゃんがいる花柄のもので、メリーズとかパンパースとかいろいろ使ってて、で同じ S サイズでも結構メーカーによってね微妙に大きさが違ったりするので、小さい S サイズから使っていってるっていう感じです。でこれはちょっとバンビちゃん可愛いなと思ったので新たに買ってみました。このねディズニーキャラクターは成長によっておむつのサイズによっていろんなキャラがいるみたいです。ちょっと起こさないようにそーっとね、お尻拭き、これがメリーズのもので、ピンクのパッケージが可愛いなと思ってこれにしました。かぶれとかも気にならないので特にこだわりはないかなっていう感じです。でお尻拭きの蓋もつけてます。これねちょっと昨日たまたま見つけて買ってみたんだけど、トイレに流せるお尻拭き、外出の時に良さそうだなと思ってこれも買ってみました。であとはお尻拭きシートも、あ違う、なんだっけこれ、おむつが匂わないゴミ箱、もう最近全然言葉が出てこない、なんかねボケボケでやばいですね。おむつが匂わないゴミ袋、これもちょっと 2,3 枚ほど持ち歩いてます。これもね可愛いんですけど、プティマインのおポーチと保冷保温バッグです。でこれはねこっち本当はおむつポーチなんだけど、おむつじゃなくてなんか布系のもの、おくるみとか着替えとかを入れてます。あこれねおもちゃ、最近ね娘ちゃんが結構ね動くものを目で追ったりとか、あと声に反応したり音に反応したりもするので、こういうちょっとおもちゃと、でねボンポワのお洋服が入ってた布の袋なんですけど、この中にまずおくるみ、これねザラホームで買ったおくるみで、薄手のピヨンピヨンって感じのニットなので、1枚でかけたら涼しくて、でちょっと重ねてかけてあげたらあったかいかなと思って、であとチャイルドシートにも色が合うのでこれを使ってます。やっぱりこの夏場でもさ冷房を効いてたりするとちょっと寒かったりとかするから、こういうのね持ち歩いてて、あとちょっとした着替えね、こういうの予備のお着替え入れてて、ワンピースとかちょっとよそ行きの服を着せた時におむつ丸見えになっちゃうから、こういうねおパンツブルマとちょっと日よけの帽子というかボンネットかな、この首の下にキュッと結ぶような、あんまりつけてないけどそういうのも持ち歩いてます。起きない、やっと出てくれた。もう本当にねこの動画回すまでに何度やり直したかっていうぐらいね、くずったり泣いちゃったり、あとカメラもさメモリーが足りませんとか充電がありませんとか、そんな感じでね、もうね今日撮れないかと思ったけど今日しか逆に撮るタイミングなさそうだからね、やっと撮れました。であとこっちがね保冷保温でね、中がこんな感じになってて、これはミルクセット。あ、めっちゃ。もう最近ね、抱っこちゃんでね、抱っこしないと泣き止まないんです。ね。はい、ってことで、じゃあミルクセットね。うん。ボビータラス限定でこのピンク色なんですよ。パックに刺したらこのまま飲めるっていう便利なものです。
で結構ね使ってると、あ、今時そんな便利なものあるんですねって驚かれます。で家で飲んでるのもいつもアイクレオなので、これね持ち歩いてます。ウィークセットでガーゼも持ち歩いてて、これがねアレクサンドル・ドゥ・パリのフェアアクセを買った時についてたオーガンジーの袋で、こんな感じでガーゼいくつかと、あと一応ねかさばらないスタイも入れてます。ガーゼは確か、西松屋ユリザラスとかで買ったもので、このスタイはプレゼントでいただいたケイトスペードのものになります。ちょっとした細々としたもの、ミーミーのポーチに入れてて、このポーチちょっとね重たいんだけど、マザーズバッグって基本ベビーカーにかけてるから多少まあ荷物重くてもいいかなってことでこれ使ってて、コンビの新生児から使えるおしゃぶりと、ちょっとおしゃぶりが落ちないようにクリップ。なんかおしゃぶりってさ歯並びに影響するって聞いたことあるけど、でもやっぱりこれがあると落ち着いてくれるので、外出先とかではねやっぱり助かってます。家ではそんなに使ってないかな。クレード4の消毒用アルコールジェル、見た目が可愛いので買ってみました。ジョンムンスターオーガニックのベビちゃん用のこういうね保湿用のバームです。あとお世話するときこういうね髪の毛まとめるシュシュ、これ確かねディオールのコスメ買ったときにノベルティでもらったものです。またこれ細々系はねちっちゃいオーガンジーの袋に入れてて、小さめのゴミ袋、赤ちゃん用の水だけ清浄麺、ベビー綿棒もちょっとこうラップに包んで何本か持ってたり、あと意外とね試供品のシャンプーとかボディクリームとかそういうのもあるとあるとね便利だったりして、そういうのもまとめてます。ごめんね、またちょっとだけ。あとはこれね、ローラージュレーのマルチケースなんだけど、ボス手帳を入れてて、なんかいろいろ拭いたりとか、洋服汚れないようにとか、大きめハンドタオルね。今ちょっと夏で暑いから、これもディオールのコスメ買った時のノベルティのセンス、エフラのノベルティのコンパクトファン、以上です。よし、いけた。やっと撮れた。はい、ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。あとね眠いかお腹空いたかっていう感じなので、ね、ごめんね、撮るタイミングがなさすぎてやっともう何回も撮り直してやっと撮れたっていう感じなんですけど、またねいろいろ動画撮りたいなと思います。やっぱりねこういう持ち物もね可愛いもので揃えるとテンション上がるなと思って、細かいものを可愛いピンクで揃えてみたりしました。ということで最後まで見てくださってありがとうございます。コメントもあとチャンネル登録もよろしくお願いしますね。ということでおかりえでした。バイバーイ。